スピード感あふれるカーレースと美しいグラフィックで彩られたアドベンチャーとの絶妙な融合。アドベンチャーゲームとして楽しめ、レーシングゲームとしても面白い、アドベンチャーレーシングゲームという新たなジャンルが走り始めた。どうしたんだその車。買った？金はどうしたんだ。四方を山で囲まれた田舎町。ここを舞台にゲームは進行する。プレイヤーは主人公坂本哲也となって、自分の愛車とともにドラマチックなストーリーを作り出していく。ある時は女の子とデートを重ね、ある時はライバルに立ち向かい、最後には伝説のドライバー峠のキングに勝つことを目標とする。プレイヤーの行動やレースの結果によってエンディングが変化していく。いらっしゃいませ、こんばんは。エストガソリン満タン給油いたしました。コード R の世界はプレイヤーの心を掴んで離さないことは間違いない。この子、私が育てます。お兄ちゃんが助けた命ですものね。こんなに綺麗な風景を見るとなんだか元気が出てきますね。セブンがいなくなっちゃった。ずいぶん探したんだけど見つからなくて。もうお兄ちゃんたら、私の誕生日なのよ。そしてライバルの出現。峠でのバトルへと続いていく。3つの峠の上りと下りで繰り広げられるレースバトル。速く走るだけが脳じゃない。いかにかっこよく走るかも要求されるレースモード。プレイヤーの峠での知名度が上がるごとに、競えるライバルたちのランクも上がってくるのだ。レース終了後のリプレイモードでは、デジタルコミックさながらにライバルの心理描写、ギャラリーたちの歓声が挿入される。すっげー、速い熱い走りが峠にこだまする。俺のハートを熱くしてくれ。アドベンチャーレーシングゲーム、コード R、4月23日発売。